指の造形をしたいと思います。ここですね。よくこういう手って作られてるんですけれども、ここの真ん中ですね、この辺がちょっとこうちゃんと再現されてないのがね気になりますんで、ここをもう少ししっかりやりたいと思います。実物の手は皆さんご存知の通りこんな感じですかね。こんな感じになって、ここに空洞が少し開きますよね。ですんでね、この辺をもうちょっと再現してあげればより良いものになりそうな感じですね。そうしましたら 0.3 ミリのねピンバイスでですね、ちょっと穴を開けていきたいと思います。深い造形をするときは結構一発穴を開けてしまうと楽だったりしますんでね、この辺かな。少しへこませる程度に穴を開けます。そしてこの周囲を掘り出していくと、で、ここですね。ここが親指なんですけれども、ここにもうちょっと親指らしい造形ですね、親指のこのエッジですね、このエッジをですね、ここの部分にも表現すると、そうと少しだけ削ってあげるって感じですね。爪をこうちょっと表現してあげる感じ、はい、爪ができました。ちょっとこういう風にね、こういう風な削り方をすると、ここの歯のついてるね、歯ってこうついてるじゃないですかね、この R のところでうまく削れてくれるんで、こういう風に削るとね、こういう穴を切るときは差し込んで、逆側からも差し込んで、くさび型に抜いていく、両サイドから差し込んでね、くさび型に抜いていくと鋭角な穴が掘れますんでね。で、ある程度できましたら、また流し込み接着剤を使ってはい、最初の状態よりも随分良くなったような気がします。親指がちょっと大きいのが気になりますね。もう少し親指を整形してあげましょう。この辺ですかね。押してこっち側からもくさび状に押すと、すると鋭角な切れ方をしますね。押していくと、はい、できました。ちょっとね、穴を開けて周囲を掘ってあげるだけで、いい感じになりますよね。こう見るとなんかでも親指が長いですね。気持ち悪く長いですね。まあでも大丈夫かな。こんなもんかな。